桃から生まれた桃です。はなちゃんとまやとふうかです。イエーイ、初めてのナッツコラボということで、イエーイ、お願いします。お願いします。サウナ女子会をねしていきたいと。ちょっとあの女の子の日がかぶっちゃったんで私水着になれないんですけど、私が募集したのはですね、エロ入れ中に男になれたお話を女の子からお知らせしてもらいました。盛り上がりそうだね、うん、いつもの質問箱より5倍ぐらい多く来てて、まずもう、みんなそんなネタあるんだね。そう、だから世の中ヤバいやついっぱいいるってね。間違いない。確かにこんなところに晒されるなんて思ってないから男側も間違いないです。では、はい、早速、はい、あーだこーだ言っていきたいと思うんですけど、はい、圧倒的に多かったのが言葉攻めなんですよ。おー、それに慣れちゃった。うん、言葉攻めされます？普段人生でされたこと、なんかどっからがめちゃめちゃの言葉攻めなのかが分かんない。でも基本言葉攻めの人って S だよ。まあ確かに確かに。どこに何が欲しいのってずっと聞かれた時。あー、これ結構シンプルな、なんか結構普通ですよね。でもうん、なんかまだ1回だったらいいけど、何回も何回も言ったら、男の人ってさ、それをさ言ってもらってさ、それがなんだろう、いいってなるのが分かんないな。え、分かんない。うちもそれめっちゃ思う。確かに言ってなんで言葉で全部言わなきゃないのかなって思う。え、確かに。え、あれじゃない、それで恥ずかしそうに言ってる女の子を見るのが多分いい。それが言葉で攻めるんだ。うん、でも面倒くさくない、いちいちどこに何が欲しいの。まあ、だから恥ずかしいのが好きなのかもですね。うん、はい、では2つ目、はい、いきますか。同じなんですけど、はい、誰の何が欲しいか言ってみろ、ほーら濡れてる、わはは、悪魔の笑い声。怖い、怖い、ゾッとしたんだけど。やばい、やばい、やばい。どういうこと。え、でもさ、初めてのそういうことの時にそれ言われたらちょっと引くよね。相当そのわはは。男の人ってなんか勝手に一人でなんか始まっちゃってません、物語が。いるよね、気がする。めっちゃ想像豊かなのかな。あー、うん、それに持ってきたいんだろう、俺がリードするからついてこいぐらいの感じで。女の子もやっぱちょっと雰囲気壊さないようにしようと思って合わせるじゃないですか。でもこうやってめちゃくちゃ文句が。そうだよ、そうだよ、そうだよ。だから女の子多分結構冷めてる子多いんだろう。あー、冷静ですね。ウケる。なになに、気になるんだけど。本当に面白くて、ペラのことをペロペロしてっていう、朝起きる前にサプライズペロペロしてって言ってきた。いや、サプライズじゃねえ。それ、好きな人多い。なんだろう、ペロペロで起こしてってことですよね。そう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 。あ、確かにいるね。付き合ってて結構長く付き合ってて、うん、そういうのもこうちょっとさ面白い感じで言い合える仲になったりするじゃん。そういう中でだったら全然ありだと思うけど。確かに。ただそういう関係、やるだけの関係とかでそれ言われたら、あ、多分今までの女の子みんなにサプライズプレプロしてって。ねえ、え、絶対みんな、え、ウケると思ってますよね。うん、過去の女たちで、うん、思ってる。思考停止しちゃう。それな。でも多いですね、感じてる気持ちいいと耳でささやかれることとか。あ、ちょっとあーって感じですよね。確かに。ジャズ流すやつとかいます。怖っ。でもちょっと好きかも。そうもろくない。まあいきなりジャズさ、多分ボリューム3ぐらい流すんでしょ。うんうん。え、なんかそっちに意識持ってかれちゃうかも。確かに。あえぎ声がバリでかくて、行った時の呼吸が荒すぎた時。でもあえぎ声さ、男の人結構さ、え、気にするもん。え、私これちょっとエピがあるんですけど。え、聞いた。まあ、その好きな人とそういう恋した時に、なんか、まあ、頑張って私もやっぱ可愛く思われたいし、うん、あの本当5等ぐらい上げて、あの、うん、ハーモニー奏でるじゃないですか。しっかりと。そうそうそう。私がこう、まあ、やってあげるときに、うん、なんかそいつがあーんみたいな。え、怖い。すごい重低音。え、そう、重低音。いや、そう、あえがれるの初めてだったから、え、なんかてめえもあえぐんかいみたいな。なんか私があえぐばの時もなんかあえぎあって、あ、わかる。あえぎあえってなって、いや、なんかそのこの奏で合いやめてみたいな。だからあんまあえがない方がいいと思う。うん、男の人はね、結構ね、なんかクールの方がかっこいい。行為中に相手の汗が垂れてきた。あ、でも嫌いじゃないか。でも好きな人だったらいいかも。うん、一番慣れたエピソードってあります？マジで過去一。そう、私はそのさっきの話が割と過去一なんですけど、
あー、かなで愛ね。かなで愛は結構なえた。なんか見た目、そのいかつそうな人、いかつ、まあ、イケみたいな感じの人が、急に赤ちゃんになった時は、待って、赤ちゃんプレイ全く一緒。やばくしょ。なんかさ、見た目さ、すごいいかついとさ、やっぱ S なんだろうなって思うじゃん。なのにこう、二人になった瞬間にさ、なんかバブン、なんとか出ちゅうみたいな。え、出ちゃうか。赤ちゃんプレイをあのやったことないっていうか、まず赤ちゃんプレイって何するの。そう、だからそれを私もちょっと気になる。おむつ履かせんの。え、バブっていいって聞かずに、聞かずに、急に聞かれたもん。言えなくない。確かに苦手。しかも見た目いかついんですよね。なんかヒゲとか入ってる。無理無理、怖い。ガチ無理。行きそうじゃないのに行きそうか聞いてくるとき、行っていいよとかね。え、行かねえよ。え、行かねえよ。マジでそれ、それめっちゃ思う。でもさ、なんか下手な人ほどさ、行っていいよとか言ってこない。さっきのバブバブ事件あるんだけど、あの人自分のこと俺うまいんだよ。あ、バブ男。なんでバブバブがうまいって言ってんだよ。まずそうだよ。なんかうまいっていう人ってさ、ただ経験人数が多いだけじゃん。その行為になる前に俺うまいよみたいなエピソードめっちゃ聞いてて、わかる。でどんなもんなんだろうっていうちょっと期待値が高すぎたのかわかんないけど、いざした時に、それで言えたなみたいな感じで、これからなんかすごいの来んのかな、来んのかな、終わったわみたいな。最悪。いやマジで俺うまいって絶対言わない方がいい。マジで、マジで俺うまいんだよねって言ってる人ってなんかこう知りたいと思ってエッチするんじゃなくて、どうみたいな。あ、そう、あそう、中心でやってるから。そう、だから良くないんだと思う。あー、でもこれも多かった。トリマー、あそこが小さい。ああ、でもサイズ問題ですね。確かにさ、こうなんか見た感じで、なんか分かる人には分かるじゃん。まあ、この人大きそうだな、ちっちゃそうだな。鼻でなんか結構、あと手とかで分かるっていうよ。この人大きそうだなとか思ってさ、実際そういうことになった時にさ、ちっちゃい時めっちゃ萎えるよね。萎える。萎えるってかなんか、あ、OK です、 OK です、分かる。分かる。頭にでかいほくろあった。仕方ないやん。ほくろぐらい、これ許してあげる。許しそれは許してあげましょう。はい、しょうがない。正常位してて顔見たら目が決まってた。なんかやってる最中でやっぱ顔問題結構あるくないですか。なんか割とある。え、どういう顔だったら嫌だ。え、ちょっとなんかこう白目を。ああ、ちょっと嫌かも。嫌だな。男の人のその気持ち悪そうにしてる顔を見るのめっちゃ好きなんです。あ、逆にこっち見てって。え、わかる。え、でも非常位の時だったらまだわかるよ。あ、え、正常位でも。え、気持ちいいじゃなくて気持ちいいみたいな。怖っ。え、決まってるかと気持ちいいみたいなじゃないですか。そうだな。確かにね。どっちの声ですか。力んでる。だから気持ちいい。頑張ってる顔がいい。決まってる顔は嫌かも。その2パターンだったら平気なんだけど、超決まっちゃってる系はちょっと確かに萎えるかも。嫌だ。だからこっち見てってなって、でも目が合うとちょっと恥ずかしいから。その人え、こっち見てとか言うの。あのちゃん結構エッチじゃない。それは確かに。うちもそれ使いたい。その技エロいよね。今男の子もね、大興奮。間違いない。急に俺音楽流さないと無理って言ってジャズ流されたことです。これやばい。なんか音楽流しながらする人いません？いるいる。なんか友達にも多いよね。小音だったらいいけど、爆音でやられた時にのそのリズムと腰振るそのリズムが違うと嫌だった。嫌だった。逆にリズム経験してないの？じゃなんか違うすぎる。なんかもうそういうムードE的な曲だったらいいけど、その時何だったかな。そういうなんかバラード系、いや洋楽系だったんだよ。まあでも、あと多かったのが口が臭い、脇がとか。あ、どっちも嫌かも。どっちも嫌。いやさ、めっちゃかっこいい人がさ、脇がだったらさ、うん、ま、ほんとこの世の終わりってぐらい萎えるよ。え、マジで萎える。もう小説萎えるよね。てか結構口臭い、え、脇がより結構マジ口臭いやばいかも。あ、でも対処できるじゃん、口臭いは。こういう話めっちゃするじゃないですか。
じゃあする。それなのにこんなにも新しいワードとか出てくるのめっちゃ面白いな。いろんな世界があるんだろう。めっちゃみんな更新してる。うん、やばくないですか量が。やばいね。めっちゃ来てる。でもさ女の子だけって言うよね。こうやってめっちゃ根掘り葉掘り話す。ああ、意外と人ってなんかやったみたいな。うん、やったよぐらいで。うんうんうんね、あんま話さないっぽい。うん、あ。ニコスリ班で行かれた。ああ。え、みんないました？ニコスリ班。なんか3個ぐらいです。え、3個ってどっち？どっち？ 1、2、3？ そう。ああ。あ、おおみたいな。おおみたいな。おおみたいな。あ、そういう感じで。オッケー。まあ、私、萎えるかも。いやー。悲しい。悲しい。悲しいよね。相手の、その、ポが、ミクロサイズだったのに、なんか緩くないって苦笑いされた。うわっ、うざすぎない？え、それマジ友達が経験してて、ちっちゃい、ただちっちゃいだけなのに相手が。こう、なんかさ、ちょっと緩いねって言われて。うわぁ、うちの友達もある。え、マジ？え、マジ？うざくないっすか？絶対。てか、そんなこと言うの？男もやばい。全く一緒だった。相手がちっちゃかったのに、緩いって言われて。え、私、今まで緩いって言われたことないんだけど。うわやばーやば失礼え、失礼普通に言えだよ言うな、そんなこといろいろ終わってるやば、うん、自分が原因なのに相手のせいにしてうん確かにかわいそう、なんかそういう心の人、うん、デリカシーない人、ほんと無理多いや、わかる、うん、マジでわかるなんかやっぱ、ありますね、ミュージック系、結構そう見てたら調子どうって聞かれたし調子どうやばい本すぎない調子どうやばいえそれってやってる最中じゃんやる前やってる最中です調子どうやばいなんて答えるなんて答えればいいの調子どうって言われたら調子いいよ調子いいよいいよみたいな嫌だ調子どうやばいねごめんで、これも多かったかもなんか、まあ、手でされた後にさらって匂い嗅がれたとかさらってあの手拭かれたとかでも男友達がさ、匂い気になるからさ、こう、みたいな、ずるみたいな、なんか言ってた人がいたんですよ。でも、バレませんこの時点で。そう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 。なんかさ、終わって、ここら辺に手持ってった時点で、もうだよ。うん、あ、確認してるな、みたいな、うん。バック中下見たら、相手の足がカエルみたいやった。え、どういうことだから多分、こういうこと、多分、こう下見たんじゃないですか。うんうん。え、で、カエルみたいだったってどういうことえ、なんか…どういうことあー、そうやってやる人いるそういう、これで入るの普通こうじゃん普通こうだけど、たぶんこっちしゃがんでやる人いるこういう感じええ、マジでいるんですかいるよねいや、出会ったことないです嘘つけいや、いるえてか、チラって見たらカエルだったって思ってるやばい、普通にでも絶対その子そうやって思うってことは興奮しなかったってことじゃないまあ、確かに、うん、興奮したら、カエルでも気になんないかもうん確かにこんぐらいですかね、でも大体はえめっちゃ面白い女子会結構こういうの多くないですかそういう話ということでね、いろいろやっぱ、お姉さんギャルは違いますよね、やっぱ経験あの、バカスが違ってるんですか、そう、なんていうのいやかもういろいろ知ってるってことでいろいろ勉強になりましたこちらこそ、ほんと楽しませてくれてありがとうございますほんと、皆さんもご意見ありがとうございましたありがとうございますでもさ、この動画さ、男の子見たらさめっちゃね、ためになるなると思うこれマジで見てほしいかもあれすいません、カメラの充電が切れてしまったので iPhone 撮ってるんですけどコラボありがとうございましたありがとうございます最後まで見てくれてありがとうございましたありがとうございますナッツの方ではレイポヨちゃんとコラボするお店があるんですけどそちらもぜひ見てください